はり我々が、もうお医者様を選ぶときに、どこがいいかわからないように、一般の方も林さんはどこがいいのか、常に考えていらっしゃると思います。今の時代はホームページもあり、なんとなくその情報っていうのは分かるようになってきましたが、それでも現実なかなか分からないのがところがあると思います。その中でやはりその医院に実際行かれて、その医院の雰囲気やスタッフ、そして先生との相性がいいかどうかが非常に大事になりますし、自分のしてほしいことですね、その言葉をちゃんと聞いてもらえる医院であること、そしてできればその医院に行かれている方からご紹介という形でその医院の雰囲気を事前に分かって来院される方がいいかと思います。今後、歯科医院というのを評価する制度というのも作られてくるとは思いますが、まだまだ自分自身の自己責任で医院を選ばないといけない時代ではあると思います。Thank you.